石井さん、ドライバーは、はい、ドライバートリフルダイヤモンドです、はい、一応ウェイトを8g、8g に変更してます。それ純正？多分キャロウェイのサイトで買ったやつだから純正だと思う。それは間違いなく純正だと思いますよ、はい、シャフト何してたんだっけ？シャフトはこれね、これそのままとりあえずローグに入れてたやつをそのままで、今、アルディラのローグと、あとアッタス V2 と、あと、ベンタスブラック TR を今スリーブに入って試し中です。アルディラのローグとかキャロウェイのローグとかややこしいね。本当だ、うん、ローグバイ、ローグにローグさして純正って遊んでたんですけど、重たい球出るな、やべえな、飛んでるよ。なんか今季のエースもう決まった感あるね。本当だ、重いもん球が。もう一回ステルス2プラスでいきます。さっき左に打ち出したからあれと同じような球を打ちたい、逃げてもた。やめて。わからん、この辺。これはわからん。わからん、行ってみないと。いい球なんだけどね。飛んでると思うけど。まだ向こうまで上陸してるかどうか。まだわかんないんだよね。でこれ来角54度でさ、やっぱり右には行きやすいのよね、ちょっとね。石井さんなんか隙がないね。え？ちょっと。隙がないよ。もうちょっとなんかやれって。いや違う、今度カマスをかけた対戦するときにさ、はい、ちょっと白山さんをやっ、白山さんをやっつけるために練習してますから。ドライバーがもうちょっと不安定でないとね、面白くないよね。っていうのがさ、ないんだよ、全然。今飛んで曲がんないからね、隙がないよね。いやパラダイムがね、AI にね、方向性を収束させるようにって入力したんですって。曲がらんのよ。憎たらしい。そうは言ってこの後後半曲がったら恥かくからやめて。いやいや大丈夫。ねじれる感じがないもん。うん、いいクラブですね。いやだからちょっとトリッキーな短いパー4で1オン狙いますって言ったらさ、はい、もう全然さ迷いもせずバーンってグリーン方向に打ったじゃん、はい、だから自信がやっぱり、ま、あるんじゃない、石井さんもね。ちなみに今日ここの撮影までに2ラウンドして、で2ラウンドともドライバー良かったんで、うん、まあ多分大丈夫だろうな。素晴らしい。ちょっと僕はステルス2もパラダイムも今日がちょっと打ち始めなので、ちょっとでそうステルス2プラスをこの間銀座に買いに行って、で今シャフトいろいろ組んでるんですけど、いきなり今日投入してなんか曲がってるなと思って。あ、それは右サイドあるよ。あれ弱者のボール？弱者の石井さんと並んでんじゃないの？やるじゃんステルス。これは完全に代理戦争の様相を呈してきましたよ。木当たって跳ね返ってきたかもしれないですよ。やっぱりだから前作よりも曲がんなくなってんのよ多分。イエーイ、ナメコボール。残り何ヤード？250。どうすんの？なんと私ドライバーに加えてバカだからスプーンも買ってしまいました。それを見せて。松山英樹先生が2023年シリーズから使ってるこのステルス2プラススプーン、やめときます。やめんの？なんかちょっと影が気になるから。 そして、あ、エースの UW で、あ、まあ、そうね、そうね、最近調子悪いけど、はい、これで200ぐらい打って、200もいかないかな、190ぐらい打って、うん、で3打目勝負。下手くそ。
いいのよあれで、うん、結構いったね、うん、こんなことしたらスプーン使ってることないんだけどね。グリーンがここでございます。はい、残り250あるんですよ、はい、絶対届かないんです、はいはい、あの今3番ウッドリシャフト中で今5番ウッドしかいないんで。あ、なるほど。3番貸そうか。貸してください。じゃあステルス2プラス来ました。やばいよ、ちょっと素振りしてください。見せてほしい、俺のクラブでどんくらい飛ぶか。じゃあ行きます。お願いします。これウェイト浅くしてもらってますか。いや普通です、普通です。デフォルト。ちょっとあれしましたけど、ちょっとダフったんですね、うん、でもグリーンの近くまで行きましたね。乗ってない、乗ってないで全然手前です。一応ど真ん中で一応打ってはいるんですよ、ほら。はい、開けて。かわいい跡がついてる。ちょっとかじったか。ちょっといやいや、前に飛ぶことが大事ですよ。僕も一応それの3番買いましたからね。3、5って買いましたよ。だからテイラー、キャロウェイ両方とも1、3、5ずつです。この間千葉館行って、はい、残り200の上げだったんですけど、はい、あの手前全部落ちちゃいます包帯でって言われたんで、うん、これ使ってバーンって言ったら奥30ヤードぐらい奥へ。こんな砲台なのにそこから奥からアプローチしなきゃいけないっていう状況だったんだけど、でも嬉しかった、あのスプーンが前に飛んだから。実際でもどうなんですか、飛ぶんですか。いやー、前作とか前々作の方が飛ぶんじゃないですか。前作前々作前前前作の方が、うん、でも、まあまあ、プロがみんな変えてるでしょう。こっちはスピンが入るのかなっていう気がして、うん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 、プロが使いやすいフェアウッドに仕上がってるんでしょうね、きっとね。78ヤード、アプローチウェッジ持ってます。はい、増田さんの AW。 ああ、 AW52 度。止まったかな。いいとこ行ったと思うんだけど。出す。78ってあんぐらい。アプローチウェッジで、まあ、ハーフ、スリークォーター弱ぐらい。ああ、石3で行った。何番で打つんですか。サンドウェッジで60ヤード強ぐらい打ちたいかなという感じ。いつも練習場で打ってる距離ではありますが、ちょっと左下がりなのでダフらないように。バイト。ここはうまい。はい、止まった。止まってます。あー、いいバーディーチャンスに2人ともつけてるわ。100円玉笑われたからワンウェイのマーカーにしました。100円落ちてるって言って拾っちゃうからね。拾われたことありますよ。でも3メートルぐらいかね、うん、まあ、ほぼまっすぐ、ほぼまっすぐじゃないですか。いや、これ入ると思いますよ。バーディートライ、はい、まっすぐで読んでます。これはちょっとフックだけど、うん、ほぼまっすぐで読んでます、はい。あ、引っ掛けた。さっきの俺拾わなくてよかった。今 OK だな。これはちょっとつらい、今のは。これはつらい。俺もトライビーム使いたいんだけど。いや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 、もうちょっと頑張る。これどっちに見える。これまっすぐ。まっすぐじゃなくて、え、切れるとしたら、うん、切れるとしたら右だけど、わかんなくない。でも俺カップ外さないよ、これやったら。本当、うん、ちょっともう旗に当てるつもりで打ったけど。上りは上りだよね。上りは上り、ウィス、うん、
よし。意外とスライスじゃねえかなって読んでんだけど。だから綺麗だと右だけど。うん。登りだ。ナイスバーディー？ナイスバーディー。やばい取られた。やばい取られた。やばい。まさか。6に使っ買っても6に使ってないパトラスが入りまくってる。なぜかカマスカップ、これあれですよ、オールスクエアになります。うそつかハンデくれよおい、なんでプロとスクラッチでやんなきゃいけないんだよ。例えばマイホール 0.5 だとか。おっと、例えばね、引き分けは全部勝ち。例えばマイホール有利すぎる、ね、緩いですよ、有利すぎる、あれはね。ええ、やっぱシーソーゲームを展開してる、ね、5下のハンデの人がマイホール 0.5 って、ね、いやもう本当にね、ずっと調子悪いんですよ。もうハンデ15ぐらいかなって自分では思ってるんですよ。だからショットもひどいでしょ。ちょっとオーバーしたぐらいね、ええ、ただね、アプローチは不調がないんだよね。だからそんなにはスコア崩れないっていう、アプローチは不調がないっていうのをね、ちょっと格言にしたい。いい展開だよ。いや、アプローチ不調なんだよな、今。不調ある。アプローチ不調なんです。ほんのすごい、まあ、俺よりもはるかに上手い人とかが、はい、ちょっとあの病気で苦しんでいらっしゃるりすると、はい、お気の毒様って思う。アプローチ不調なんですよ。どんなに上手い人でもやっぱりドライバーの病気、アプローチの病気、パターの病気、うん、ありますね。もうこの三重苦はね、大体誰か1個を持って、1つは持ってますね。おっと、ミスった。お、話し合うのは岸さんに。あぶね。ちょっと突っかかっちゃった。すごい複雑なんだけど、ラインが。複雑ですよ。カメラマンキャディ。